ねえねえリミリン、渡り廊下に並べるプランター、これくらいで足りるかな。あ、いいかも。お花がいっぱいで、すっごく華やかになったね。でも、こうやって卒業式の準備してると、なんだかちょっとだけ寂しくなってきちゃった。かすみちゃん、気持ちはわかるけど、先輩たちが気持ちよく卒業式を迎えられるように、今私たちができることをやろう。それがきっと小さな恩返しになるから。うん、まだ終わってない準備とか、何かお手伝いできることないか、アリサに聞きに行ってみよう。うん、そうしよう。